広たる魔山ダラーンの野に解放する者大きひるがえれば邪悪なる蛇をザハークの軍勢は春雷に怯える羊の群れのごとく逃げ惑い鉄をも両断する宝剣ルクナバード 太陽の欠片を鍛えたるなり天空に太陽は二つなく地上に国王はただ一人類いなき勇者カイホスロ剣持てかの天命を継ぐ者はたぞ。 デマバント山の地下深くに閉じ込められたヘビ王ザッハークはこの世の終わりに再び地上に現れ世界を闇に変えそうとする。だがその時英雄王が再臨、今度こそ永久にヘビ王を冥界へと追放するのだ。死者が再臨するものか。 自分では何もせず神頼みなんぞやっているからルシタニア軍も追い払えない奴隷制度もなくならない当然のことだな。 アルスのアルスラン王子に知らせてやれ。トゥラン軍が南下して国境地帯へ荒らし入ってきたとなれば王都を奪回するために西へ進むアルスランは後方が危うくなるぞ。根拠地であるペシャワール城を落とされでもしたらアルスランは無事では済まんぞ。一刻も早く知らせてやるがよい。<笑> かの御仁らしい申し出でござるな。救援が必要なのはむしろシンドラの方でござろう。この後に及んでなお我らに恩を売ろうとなさるとはラジェンドラめ。せっかく王都エクバターナ解放への道を進みながら
途中で軍を返すのは残念ではある。しかし今東の国境ペシャワールを守ることが第一に大切であると思う。前方をルシタニア軍に阻まれて攻め滅ぼされてしまうこともあります。前後の敵が協力しようなどという気を起こさぬうちに一つ一つ撃破なされた方がよろしかろうと存じます。ラジェンドラ殿がうまくいったと手をたたいて喜ぶであろうな。喜ばせておけばよい。かの御仁の思惑などアルスラン殿下のご対応の前にはささやかなことだ。引き返すのはよいとして、トゥラーンが南下してきたことを知ればルシタニアは追撃してくるかもしれぬ。この件は隠し通さねばなるまいな。いや、隠す必要はない。隠すどころか情報を流してやればよい。違った二つの情報を。ああ、見ちゃいられないね。赤ん坊はこう抱くんだよ。抱く者もゆっくり体を揺らしたら安心して落ち着くだろう。ほら、弱虫のままじゃ立派な盗賊になれないよ。とんでもない。その子は立派なルシタニアの騎士になるのだ。盗賊になどなられてたまるものか。騎士になるんだったら弱虫でもいいのか。そんなことは言うてはおらぬ。お主らを見ていると飽きぬの。あのルシタニアの娘も少し変わっているな。だがなかなかけなげではないか。せっかく助かったのだ。無事でいてほしいものさ。ここまで来て残念だとお思いですか、殿下。あまり物事が順調に行き過ぎるとかえって不安になるのだ。何かこれでいいような気もする。これまでトゥランが手出しをしてこなかったことの方が考えてみれば不思議なことだ。おそらく内紛が続き他国に攻め込む余裕がなかったのであろう。ひとまず国内が安定して。閉めたと思われちゃったのね。トゥラーンが遊牧国家である以上、略奪は犯罪ではなく立派な産業として攻め入ってくることだろうな。ルシタニアみたいに神の名を借りたりしないとこ、いっそ潔いじゃないな。やはり行くのか。つまり私たちを放り出していくのだな。ここまで同行しながら無責任ではないか。病人や乳児を抱えた私たちにどうしろというのだ。そう君に責められるのではないかと思っていた。敵に攻撃された部下を救いに行くのは主君として当然のことだな。ではすぐに行くがいい。ルシタニアの避難民を守ってくれたことに感謝する。ところでトゥラーン人というやつらはどのような神を信じているのだ。詳しくは知らないけど、太陽を崇拝しているようだ。ダヤンという彼らの神を聞いたことがある。そうか、所詮異教徒だな。では頑張って全滅しない程度にやっつけてこい。トランジにはいずれイアルダボードの神を信仰させるゆえ、全滅させては困る。わずかだが受け取ってほしい。もらうつもりはない。借りておくが、いつか必ず返す。だから生きて戻れ。お前たち異教徒は死ねば地獄に落ちるのだから、あの世で返すことはできないのだからな。you
暗殺様、我々の動きを知ってルシタニア軍が背後から攻めては来ないでしょうか。撤収すると見せかけて進軍すると、見せかけて撤収する。パルス軍はエクバターナへの進攻を中断、皇帝の仲間にて撤退を開始。撤退は我らが目を欺く手段。最前線で得た情報ではパルス軍は依然この王都を目指して進攻中にございます。どちらなのだ、引くか進むかはっきりせい。もうよい、下がれ。パルスのアンドラゴラスを初めてお目にかかる。私はルシタニア国王の弟ギスカールと申す者。お尋ねしたいことがある。ヒルメスと名乗る男のことだ。またの名銀仮面という。ヒルメスは死んだ。だが本人はパルスの先代の王の子にして正統の王位継承者と言っている。本人がヒルメスと名乗れば信じるか。ルシタニアの王弟は正直者。何、アトロパテネの野で仮面の男の手に落ちてより半年余り。一切の情報を断たれたこの俺の前にルシタニアの王族がパルスの王位の行方を案じる。さてはパルスの軍勢がお主らに手を焼かせておる。バケモノ黄金と違って鉄は腐るもの。同じ箇所に汗と血と小便、それに塩味のスープを、ついには腐ってちぎれやすくなる。さあ地上の様子を語っていただこうか、ルシタニアの王帝殿下。ほう、お主が我らの使者へ馬を貸した恩人であったか。はじめからあの変わり者の王太子殿への伝令と名乗れば、気前の良さでは人後に落ちぬこの俺に痛い思いをさせられずに済んだものを。伝令の内容が内容ゆえに致し方あるまいて。本来ならばお主にもっと礼を尽くすべきであろうが。ほう、行き届いたことで。わけあってペシャワール城まで殿下の部隊より先に赴かねばならん。武勇に自信があるのか。多分パルスで2番目の豪遊だと自負している。ほう、お主の知る1番目の豪遊とは。4年前プランの国王を討ち取ったダリュン卿にござる。トゥラーンの部隊が再びこちらペシャワールへ南下中。
クラーンの親王とやらもつくづく嫌な策士を敵に回してしまったようでござるな。ほほう、さすが我が盟友アルスラン。大陸航路を前衛軍に渡らせて見せつけ、残る全軍を率いて我がシンドラ国境地帯から迂回させる二段戦法に出るとはな。トランドモメラをどう退散させるか見ものだな。先祖部隊の諸士よ、腹が満たされねば士気もままならんぞ。遠慮はいらん。生きるも死ぬもお主らと共々に。さあ出発の前に杯を組み交わそう。今夜は無礼講なるぞ。勝ち去れ、クラーンの民ども。西の城門を開け。何、お主マルズバーンであったのか。アトロパテルの一別以来はぐれてしまったが、クバード卿もご無事であったとは。こうして黒騎士殿と再会できるのも何かの縁というもの。万の騎兵の長に立つ者にも様々なお方がいるものじゃ。美女もおいでのことだし、今宵は久々にいい酒を酌み交わそうではないか。お主が同行してきた女神官殿は強いのは武芸だけではござらぬぞ。ほほう、それは楽しみなことだ。振り出しに戻ってきてしまったことになるけど、不思議と後悔する気持ちは湧いてこないよ、アズラいる。まったく困ったものだ。もう7日ほども女の顔を見ておらん。うっかり山中で不美人に出会って、美女と錯覚でもしたらご先祖様に申し訳がない。お？やれやれ、醜い女よりも厄介な先客が先回りしているのか。我が祖先、偉大なるカイホスローよ、御身の義勇を子孫たる我に貸し賜わんことを。我々は墓荒らしの盗賊ではないぞ。すべてはパルスの正しい応答を守るためだ。王権ルクナバードこそ正しい王位の証。これを入手してこそ俺は三奪者アンドラゴラスとその小せがれに対してその正しさを形として見せつけてやることができるのだ。ではございますが殿下、宝剣はその霊力をもって恐るべき蛇王を地下に封印していると聞き及びます。もしルクナバードを取り出すことによって蛇王ザッハークが再臨するようなことにでもなりましたら。蛇王ザッハークを封印しておるのは偉大なるカイホスローの霊であって、宝剣ルクナバードはその付属物であるに過ぎぬ。ルクナバードそれ自体に霊力があったとすれば、蛇王がよみがえったところで俺がその霊力によって再び蛇王を封印してくれよ。つまり何も恐れる必要などないのだ。鉄をも両断せる宝剣ルクナバードは太陽のかけらを鍛えたるなり。類いなき勇者カイホスロー、剣持てかの天命を継ぐ者は他ぞ。ヘボ隠し、呼びもせぬのに押しかけて自分自身を弔う曲を奏でるつもりか。ふん、銀仮面殿の目的は墓荒らしか。人間落ちぶれたくないものだ。そうか、貴様はアンドラゴラスの小せがれに命じられて俺たちを探りに来たのだな。あくまで俺に敵対するか。
味方でないものは敵とすぐに決めつける。王者の振る舞いとしては嘆かわしい。宝剣ルクナバードを地上の者が手に入れられるとしたら、それはアルスラーン殿下だ。あの方こそ宝剣の所有者としてふさわしい。あの小せがれがだと？たわけたことを。貴様はふざけた男ではあるが、類いまれなる剣士であるには違いない。正統の国王の敵主としてルクナバードに斬られるという名誉を授けよう。無論抵抗しても構わぬぞ。おお、この脈動こそ。封印が破られたか。何？銀ピカの王子様は国土より王権の方がお大事か。蛇王が復活して民を害し国を滅ぼそうとも、自分一人のための玉座が欲しいのか。おお、ミスラシンとの間に小酒。へっ、契約の神ミスラシンもお見捨てだ。正当だろうが不当だろうが、お主の器量ではルクナバードの霊力を御することはできんのだよ。天下ごめん。なんで、何をする。ご覧の通りでござる。お主、自分がしたことの意味が分かっているのか。覚悟あってのことか。いくらでも私をお殴りなさい。切られてもお恨みはいたしませぬ。学士めが申したことは残念ながら事実でござる。封印するにかけてはならぬ宝剣、いずれ殿下が正統の王位を回復なさった後、神官に命じて儀式を執り行い、堂々と手になさればよろしゅうございましょう。地上の敵を打ち張るのに宝剣の力など借りる必要はござらぬ。ザンデオ、お前の父カーランは正統の王位に忠誠を誓い命を落とした。その功績に免じて今回お前の罪は許してやる。だが一度限りだ。よいか、亡き父の霊もこの次はお前を救えぬものと思え。どうやら寸前で封印の力が回復したらしいな。でかい体だけが自慢の粗暴な男と思ったが、案外そうでもないじゃないか。ヒルメス王子にも全く部下がいないというわけではなさそうだ。こら、何をするか乱暴な。何をするかもあるか。勉強に逆らう不定のやからめ。お主の立場はよくわかる。だが俺にも俺の立場があって、殺されてやるわけにはいかんねえ。何、付き合っていられるか。アバよ、こっちだ。おい、待て待てと言われて待つバカがどこにいるか。やかましい。今頃下界ではどんな楽しいことが起こっているのか知れたものじゃない。トゥラン軍もこのまま引き下がるはずはなし。当分はペシャワールから動けんな。静かな芸術の道に戻るのはまだ先のことか。
エクバターナのルシタニア軍が妙におとなしいのも気にかかる。空中を漂う精霊どもがいつになく想像しゅうございます。西北の方向に何やらまがまがしい風が吹いております。西北にあの伝説の大きいデマバントさんのある方向。どうだ、面白いではないか。先祖が封印したものを子孫が取り除き、蛇王ザッハーク様の再臨に力を貸そうというのだからな。